俺が高3の春から秋まで赴任した中国系アメリカンのジョン、仮名。自己紹介でいきなりジョンですと三平のモノマネをやらかす調子のいいやつ。授業終わった後ジョンと雑談してたら、仲の良かったクラスメートが、ジョンって7シイコール俺と顔似てるよねと言ってきた。確かに似てる。まあ中国系だからおかしくはないのですが。それを聞いたジョンがいきなりイエス、ナナシ、イズ、マイ、ブラザーなどと言い出した。その日からジョンは俺のことをマイブラザーと呼び、部活の応援に来るし、全く関係ない授業に遊びに来たりやりたい放題んで、嵐のようなジョンは任期を終えアメリカに帰っていった。メールではたまにやり取りしててアメリカでの写真を送ってきたり、和食が食べたい、ラーメン屋行きたいと愚痴ったりしてきたんだが、俺が高校卒業して新生活でバタバタしてて、そういう関係も自然消滅した。そんなある日、俺がいつものようにバイトをしてると、いきなり後ろから首を絞められた。は？暴漢？とか思い、後ろを振り返るとそこにいたのは、はい、ナナシ。そう、ジョンだった。なんでも、日本での生活が恋しくなり、また ALT として来日したんだとか。せっかくなのでバイト終わり、近くの焼き鳥屋に行ったんだが、すいません、生2つ。あと、つなぎも。とネギマを塩でお願いします。おい、馴染みすぎだ。高校の時、容姿が日本人と変わらないから外食すると店員が日本人と勘違いして困るとか言ってたのはドイツだ。ごめん、うまくまとまらんかった。ちなみにジョンが帰国した後、違う学年の教室のある廊下通るたびに、ジョンって帰国したんじゃなかった、つうかなんで制服着てるのってひそひそ話されて困ったのはいい思い出。